はいどうも、コーチンです。今日はですね、リアタイで遭遇した壮絶スタンパーとの試合を見ていただこうと思います。あの、スタンパーって、試合でスタンプでものすごい煽ってくる方のことをそう呼んでるんですけども、まあ、いますよね。遭遇しますよね。煽らってやっぱりいますよね。煽らってね。あのー、まあ、試合でね、お互い楽しくね、 えー、気持ちよく試合をするためにね、なるべくそういう行為はね、あのー、しないのが望ましいかなとは思うんですけども、やっぱりね、人がやってることなんで、えー、一定数はいてもまあ、仕方ないのかなといったところなんですけども、やっぱりね、こういうスタンパー、すごい闘志に火がつきますよね。えー ちょっとね、これ、今回収録予定がなかったんで途中からの収録となってしまってるんですけどもかなり熱い試合になりましたので早速ご覧くださいはい、早速ありがとうございますスタンプの連発から試合が始まっておるんですけどもね、この方、えー、名人4位の方で打率が4割超えてましたね、4割2分ぐらいあったんでまあ強い方ですよ。えー 普通にね、えー、試合を楽しんだら、ね、それこそ本当に強いんで、いいんじゃないのかなとか思いながらね、やってたんですけど、まあ、すごい煽りでした。これね、試合始まったと同時に、ありがとうございましたスタンプを連発されたので、えー、してきましたので、これはもしかしてと、えー、急遽収録をしてるんですけども、一歩目、まず、今、ありがとうございましたスタンプ来ましたね。この辺で、 やっぱりねというふうな感じを受けながら試合をやっておりましたね、はい。ただね、相手ね、打率4割2分なんで、ものすごいやっぱり打つんですよね。えー、俺の僕のイチオシ大野さんでもね、えー、これは大丈夫かなと思いながら投げてますが、まあまあタイミング合ってるんですよね、これ。怖いんですよ。ああ、もう開幕から <laughs>。 <laughs> ありがとうございました。打つたびにもう抑えたい、もうそんな気持ちで今いっぱいです、これ。僕もね、言うて打力、まだまだなんで、先制はされたくないんすよね。ね、もうなんとか0点に抑えたい、その一心でこれ、投げてます。あんまりあのピッチングをこの、ね、動画にすることないんですけども、今日はね、<laughs> ファール打ってありがとうございましたですよ、ほんまに。どういうことやねんと <laughs> 思いながら。 OK! よしよしシャーシャーって喜んでますよほんまに打ち上げたのにねまあまあだからね闘志に火はついてるんですけど面白いんですよねまあまあ笑えるんですよありがとうございましたね、えー、これやばいっすよワンアウト満塁ね何でもええから打ち取りたいと <laughs> そんな気持ちで何でもいいから お願いしますもうライナーでも何でもいいいい当たりでも何でもいいからまずアウトを取りたい点数を入れたをラッキー、ラッキーめっちゃラッキーシャー来た <laughs> シャー来たまあまあなんとかかんとか0点で切り抜けましたよはいありがとうございました。ねえで え相手投手が山本投手なんでこれね前回あの練習した動画がありますんで山本投手でねその動画もよかったら見ていただければ幸いですさあただねただねタイミングは合ってたんですけどうちょっと微妙なズレがあったのかなうんいや打ちたかったんですけどねこれ初回からね 打ってこう気持ちよくこの試合をね、えー、有利に進めたかったんですけどまあ正面行きますこれどんどん正面行くんですよ、ね、ありがとうございました本当にいや向こうもどうなんですかねどういう顔でそのスタンプを押してるんですかねふん <laughs> まにヘラヘラしながら押してるんかなはい三者凡退でしたもう残念 はい2回です、この辺でね相手の牙がむき出しになっていくんです。ままあご覧ください、まあ、とにかくね先頭バッターが大事じゃないですか、ねなんとか先頭を取ろうとしてるんですけども、合うんですよね、合うんですよね、大野さん、好きなんですかね、まあ、4割2分なんで、えー、どの投手が来てもある程度打ち張るんでしょうかね、うーん、まあ、合うんですよ、ファールボールも。 合うんですよタイミング合ってるファールなんですよね怖いんすよで緩急も使ったりするんですけどまあ選球眼もね良かったりするんでもう投げるとこないなあいう感じでもうえいやーで投げてますねはいやられます <laughs> ありがとうございましたいやーちょっと悔しいなありがとうございました悔しいです <laughs> もう3回ですよ3回3回もお礼されてますよ ねまあまあね、ここはまだね、1点なんで、気持ちを切り替えて、まあ、臆することなく、うん、ガンガン行きたいところなんですけども、やっぱ合ってるんですよね。怖い。ファールが怖い。もう合ってるファールやからな。いや、もう結構投げるとこないな、思いながら。2者連続、ありがとうございました。いや、これ、まずいな、っていう感じですね。非常にまずいな、っていう感じで。ねえ。 もうピッチャー変えようかなとかすごい悩みながらこの辺投げてるんですけど、まあ、なんとか正面に飛んでくれたりして、ね、助かったりしてるんですけどもこれね小林さん変えないんでここはもう是が非でも取りたいなっていう場面ですでも危ないんですよね <laughs> 相変わらずうんこの辺スイッチした方が良かったんかなとかほんまに思いながら投げてますよね でももう引くに引けなくなってねこの辺が俺ダメなところっすよね僕ね僕ダメなところっすよねもう合ってるんすよどんな球もね引っ張ってくるんで怖いんすよめちゃくちゃでもなんとか正面とかね何でもいいんでアウト欲しいんですよう変えた方がよかったんかなこれはでもこれラッキーなんすよねこれラッキーありがとうございましたこれはラッキー さあ、これまた2点でね終わったらまだわかんないじゃないですかだからなんとかねキータさんめっちゃ怖いんですけどもうなんとかもうそんな気持ちでいっぱいですよ今うわ怖っ怖っもうホームランのありがとうございましたスタンプは見たくねえぞお願いしますよ追い込んでるんですけどねここはねじっくり大事にいきたいところなんでね 時間使ってでも、球数使ってでも、いいところに決めたい。よし、OK、正面、ラッキー、なんとか2点やったらねっていうね、期待と、えー、不安を、えー、抱きながら、2回の裏の攻撃に移ります。はいここでね 参りましたスタンプをいただきますね。えー、これね、以前僕、あの、参りましたスタンプを押してもらえるまで終わりませんっていうね、企画をやったんですけど、その時はめちゃくちゃ大変やったんですけどね。まあ、簡単にいただきました。今回ね。はい。さあ、先頭出ましたよ。先頭出ましたよ。大事に、このランナーを大事にお願いします。いってよ。よし オケマル水産よいちょまるシャーって言われてますけどねまず追いつきました悔しみのシャーねええお察ししますよお察ししますよただ僕の勢いは止まんないっすよよし <laughs> 2社連続オケマル水産よいちょまる気持ちいい最高に気持ちいいそのシャーも気持ちいいありがとうありがとう <laughs> さよならです よかった <laughs> よかったすごいシャアの連発 <laughs> お察ししますはいということでなんとかねスタンパー相手に勝つことができましたよかったやっぱりねリアタイって楽しいもんじゃないですかこういうね煽り行為はね本当になくなることを切に願っておりますはいそんなところで今日の動画は以上となります ぜひね、えー、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。